おはようございます。おはよう。さあ、今日、あと、この後、5分後くらいに、エンタやるよ。なんか前にやったのが、すごい近しいイメージなんだけど、ワンシーズンに1回か。それ言ったらワンシーズンが、もう過ぎるの早いんだけどね。なんか早いな。でも、まあ、ワンシーズンで言ったら、4ヶ月に1回くらい？前回が4月3月って思ったらそんなもんか。はいなぁ。どうも、キョンピです。ライオンキング？ライオンキング CG か。そうね、なんか動物、あ、なんかアニマル系の CG ってなんか昔からあるイメージなんですよね。あのベイブとかさ、なんかそういうなんか動物系の CG 系のやつって結構あんじゃん。ああいう感じなのかなと思ってるけど、スカーさんがどうなるか気になるわ。黒い縦紙なのかな。すごすぎて本物って書いてた。へえ。本物の動物、え、そうなんだ、すごいね。じゃあ、あ、何、トイストーリーみたいな完全 CG ものなんだ。なんか実写のもの使ったわけじゃないの？
夏休みもあと2週間ちょっとやめろ。ああインターネット回復してないかな、辛いな。ベイブは役の豚ちゃんが動いてる口を CG で動かしてる。あ、そうなんだ。そういう感じでライオンキングもやってんじゃないの。やってないのか。ライオンキングは多分ワンピースと同じ週だよね。8月9だよな。見たいの多いな。トイストーリー4、ドラゴンクエスト、まあドラクエ見たけど、ライオンキング、ワンピース、天気の子、もう5作品だよ。1作品2000円で見るとしてもう1万円だよ。さらにこの5作品のパンフレット全部欲しいからプラス5000円だな。1万5000円か。もうダメだ、もう積んだ。ライオンキングがフル CG ですって。あ、そうなんだ。へえ。作品としてあがってたらフル CG かね、実際のライオン使っていようが確か差はないけど、でも技術力に関してはなっちゃいますね。すごいね。今一番熱い映画じゃ何かな。でもなんだかんだ天気の子は評判いいし、ワンピも評判いいな。ワンピの評判でも聞かないな。ドラクエはもう方々からもう不満の声を聞き始めるけど、まあまあでもあれか、まだ2週間か。ドラクエは言うてまだ2週間か。まだ14日ぐらい。お店屋さんからドラゴンクエスト5が本当軒並み、スーパーファミコンのドラクエに至るまで売れ切れらしいですよ。ドラクエ効果は本当に、今確かアマゾンのゲームランキングにプレイステーション2、あ、違ったプレイステ2のドラクエがランクインしてるらしい。2位か3位に。始まった。え、チトリのドラクエ5実況そんなやってんの今。乗っかってるわ。あ、今、え、右の人は何？え、兄弟なの？おはようございます。あ、おはようございます。今来たの？目的がそっちになっちゃうやつだね。今来た、おはよう。どっちもわかんない。似てる。真ん中の人すごいキレキレよ。女性の真ん中の人。女子関係ないじゃん。ユーチューバーみたいな人出てきた。今日本テレビだ。あ、この人前見たじゃん。なんだこの人たち、エンタ常連なのか。牛豚ぞ、へい。オンザ。この人たちビジネスチャラ男で、実は割といい人っぽくて好き。あ、そうなの。楽屋裏とかのトーク、なんていうの、
裏いい人、裏がいい人ってこと？あチャラチャラ芸の人が裏でもチャラチャラしたら干されるからな。花、夢、釈迦。ドッキリとか言ってできてたよ。そうなんだ。エグジット。イグジットか。この人渋谷系って言ってるけど、実際違うとこ住んでそうなの。へえ。今時渋谷系ともなかなか言わないですけどね。渋谷系か。なるほど。テラスハウス。マジでした。へえ。実は神奈川住みとか。今朝だべ。昨夜。人見知り芸人の誰とも仲良くならない芸人さんの唯一の友達。へえ。つまり友人の幅が広いってこと？僧侶だけで、だけに。M1 で噛んじゃった人たち、人、ユニバース。また田舎者的なやつなのか。ああ、渡米してる。E.T. その他？ビジュアルずるいよな。
ハリウッドですね。チョイス懐かしいな、おい。ミッキーだ。忙しいもんね、今ミキね。左の人あれだけど、ドッキリでちょっと出ちゃった人でしょ。斜めに構えちゃった。レオキングのティモンだよねって。え、そうなの。朝 NG。 左そんなに人気あるんだ。かわいそうに。全部弟の質問。いやースパンと突っ込むね。セルライトスパ、もし初めて見る。新しいな。声落としての芸。起こしちゃいけない芸なの？あー、うん、亡くなった座高測定ね。バブってるバブってる。女性あるあるみたいな芸風なのかな。頭
芸風なんだ。ジャンポケ。シェム。さあ、今日も飛ばしますね。エンター。日本テレビ。エンタって吉本の芸人って出てんのかなと思ったら意外といないのかもね。今日のメンツって。あ、ミキはそうか。あ、まあ普通に出てんのか。霜降り出るらしい。霜降り明星。東京03。まあまあ東京03はまあ。前回めっちゃ好きだった。なんだっけ四千頭身？今回楽しみ。かまいたち、ノンスタイル、トレンディエンジェル、パンクブーブーか、あ、タイムマシーン3号、あと最後、花輪か。締め花輪なんだね。まあ、有名どこも抑えながら。いや、前回のネタは良かった。すっごい冷めたツッコミするのは、印象に残ってたな。あまりに冷めたツッコミするから仲悪いのかなと思って Facebook か何かを検索したらね、3人仲良くなんか笑顔な写真があったからすごい安心した記憶があるよ。前回面白かった面白かった。ちょ今日も楽しみだな。今こそお笑いのイメージを良くしていこう。あ、なんだ？チョコレートプラネットか。あ、始めた。ジャンポケか。そこなのね。おたけ。そうだよね、そうだよね。お客はお客はそうだよね。の人の嫁の顔が爆裂好み？なんだっけ、濃い顔の人の方だよね。向きがおかしい。
委ねられている好きだったわ。来た。ハゲラップ。闇を切ったギャグですな。切れてるなー、ダークよね。今ね、今映画ねやってますしね。でもいい声してんだよな。斉藤さん、斉藤さん面積増えたな。ワインではな、いい声してるしな。笑えねえんだよな。このネタ、このネタ笑えないんだよな。やだな、怖いな。第2の福山雅治出た。オールナイトニッポンだっけ。死んじゃった。もう福山感ゼロだもんね。個人でもラジオ持ってた。あ、そうなんだ。ボーカル。
ハッシュタグBGM だね。ぶっこんできた。あ、マヨの CM やったっけ。いやー面白いわ。東京ホテイソン初めて見る。キューピーマヨネーズ。そういうツッコミか。粗品さんかなって。似てるかも。確かに最近新人多いねって。そうね、まあ、未来明るいですね。ツッコミ方ですよ。いいわツッコミだよ。時代はツッコミ。例えツッコミみたいな。ジェラードン。あ、あーあ、え、あれなんかこれどっかで見たことあんな。この人か。わかったわかった。この人か。ふん。ちょっと痩せた。バンブープリンセス。あれ前どこで見たっけ。やっぱりエンタか。腹の出具合がリアルだな。
やばいよ。おぞましいな。あれはいかんよ。チーム。あのこのジェラードン、なんだっけな、最近、ジャニーズのなんだっけ、なんかノリのいい、ジャニーズの誰かと一緒にコラボレーションしたな。誰だったかな、ちょっとツイッターでバズったね。そういえば今日はあれか、コミケの3日目だったかな。タイムリーですな。なんだ、なんか、うん、なんか芸人との、芸人とじゃ、なんかアイドルのコラボ企画かなんかやってたね。最近のなんかそういうアイドルもオタクの人多いからね。相性良かったな。オタクを前面に押してる系のアイドルだった気がする。誰だったかな。なんだっけ、コミケの人多すぎて、なんだっけ、熱中症で何人か、10人 ?11 人倒れたって話あったね。放送の人何人かも言ってるんかしら。気をつけてね。コミケはもう終わり?てか早いね。なんか、15付近でやるイメージなんだけどな。今日3日目っていうのは早いですね。お盆、お盆、でもなんか日付ずらしてきたな。今回の、コミケもなんかいろいろと事件がありますね。壁、なんか壁に立てかけるタイプの設置物やったら倒れちゃってなんて話があったね。1日か2日目かな。今日3日目、うん、なんか早いですね、始まるのね。あ、仕事、あと、お疲れ様、頑張って。仕事か。そしたらもう今週はもうお盆ですよ。結局ね、回線はね、回復しませんでしたけどね。あー辛い辛い辛い、あー辛い辛い。お、始まった。粗品さんまだかな?パンサー。辛い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 。お、3人。他人数系多いね。エンタって女装系も多いよな。肩幅?聞こえてるもんな。ひどいな。ゴールデンですよ。子供がお母さんにキャバクラって何って聞いちゃうような案件ですよ。シャンパン。シビアな世界だな。
はあ。でも5年ぐらいよね、勤めるの。あ、国で決まってんのね。いいオチだ。ラブ？なんかさ、伝わらないって見たことあるこの人。金髪の時代。その感情にまで口出し？レベルオブバイオレンス？おっと、レベル1で通したかったな。でもその場合は世界平和になりますけど。だよね、この人出てたよ、伝わらないで。懐かしい。斬新。出た。あ、なんだっけ、我が家。ちなみに、今日出る芸人でリストに我が家いないんだけど。まあ常連だからね、常連だからいらないのかな。悲しい、いつもいるのに。あれ、いない。レッドカーペット時代の我が家が好きだった。何が違うの。そうか、レッドカーペットにもエンタにも出てんのか。じゃあアンジャッシュ陣内いないの。陣内はいないな。前回のエンタはアンジャッシュいたけど、そういえばアンジャッシュのリストはないですね。わかんない、我が家パターンかもしれない。有名すぎるのはいないのかもしれないよ。あ、気まずい。そういう空気じゃない。
電話来た時点でこうなるって知ってた。グーグーグこわっ。あ、前回この人たち見た。パーパー。他の人と結婚するのか。パパ仲悪いらしいね。そうなの。仕事上の付き合いなのか。辛い。ソファーに座る距離感が2人の心の距離間だいぶ空いてんな。男の人いい人そうだから辛いわ。アメトークの時に言ってた？仲悪いって？へぇ。男女で組んでて仲悪いってもう辛いわ。男女で組んでる人のことを夫婦漫才って言うけど。いや、ダークすぎるよ。辛いわ。あ、CM？ CM。次、ノンスタイル。大人向けすぎるわ。前回のエンタも7時だったっけ？やめてよ。ダーク、ダーク。月曜やぞ。エンタってもっと遅かったよ。そうだ、思い出した。前回のエンタ、ちょっと下ネタもちょっとちょこちょこあったような気がするわ。前回は？そう、そう、ちょっといいのかっていう。いや、時間ずらしてよ。そう、最初はね、10時から11時だったんだよね、夜ね。22時から22時。あ、違う。前回5月3日。
前回5月3日だから3ヶ月前か。その時はね9時からあの11時、てか4000投資面白かった。覚えある？うんうん、面白かった。エンターの神様のエンターの神様放送時間結構ズレがあんだな。2パターンだ。19時からあの夜7時から9時パターンと9時から11時パターンの2パターンだね。いやネタ選んでよ。いや笑いって闇が多いな。仲悪いとか言っちゃうんだね芸人同士。早く会ってほしいわ。芸人同士の仲がいいって言ったら勝見沙織とかのイメージなんだけどさ、ちょっと古いけど始まった。あれぐらい仲がよくなっててほしいわ。バーベキューノンスタイル、バーベキューは最高。井上さんがツッコミっていうのがいいよね。そうそうそう、勝見沙織借金すごかったんだよね。え、まだ完済してないんだっけ。そう、めちゃめちゃ借金してるのは知ってる。あ、完済したかと思った。いや、やっぱ王者面白いな。さゆりちゃん小学生の時から見た目変わってないのすごいな。そっか、今も可愛いよね。バランスいいよな。ダメだ、ノンスタイル好きだわ。
きだな、好きだわ。パーマ大佐、黙れそんな彼女面白すぎるわ。夏あるある、夏だね、夏だね、ウィルハワイは。うまい。ジーパンパンダ。今年ジーパン流行ってないらしいね。確かにジーパン見ない。ラストセミ、え、子持ちだ。幼なじみ勝てない勝てないよ最高だったバツに殺傷してた。面白いわー、チーパンパンダ22に見える38。あ、え、なに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 、男女漫才、ヤンキー、ヤンキー系でね。なんだこれなんだこれ、
ドミニカ好きなの。この人面白いな。え、バンドクいませんか。すげえ、ビジュアル的にオッケーだったんだな。へえ、なんだ今の。出た、霜降り粗品さんのキャラクター大人気チーム。待って、バンド組みませんか、すごいな。ちょうど探してて、だってあれでしょ、歌唱力とか楽器弾けるかどうかってすごい大事じゃん。一言も話していないのにボーカル探しちゃうマジか。ってことはもうなんだろう、歌とか上手くなくてもいいのよ。もうビジュアルなんだ、ビジュアルボーカル、バンド。プチプチ潰そうとかする。残念でした。麦茶でした。麦茶でした。今、麦茶がなんかキャンペーンやってんだよ。どれだ？待て。今ね、麦茶がキャンペーンやってて、あれどれだ？なんかね、ポイント集めるとなんかグッズもらえんのよ。それ欲しくて今家族で挑戦中だ。これこれこれ今これ麦茶飲んでポイント集めて絶対もらえんだって。これ欲しい。これひんやり抱っこクッション、ひんやり抱っこクッション欲しくね。必死ですよ。いえ、で若草お茶がルイボスティー、おー安いと聞いてルイボスティー言いますね。始まった。バンド探してるのはグリコの看板のところ。へえ。ナンパの名所。へえ。遊園地の話。これ初めて見るかも。粗品。頼むよ。ちょっと音量上げるよ。いいツッコミお願いしますよ。さあ動くよ動くよ。ちっちゃい馬気になる話海と宇宙の話、男は好き？
いわ。すぐ。もう最後だね、最後夜のね。ネイルの女、爪見てほしいだけの。ああ勢いよくて好き。うーん、いい勢いだった。顔はプライベート。いるんだよね、いるんだ。癖になるわ、ちょっと好きよ。え？二年目の女性マネージャー、マネージャーいじり。あ、ドブロック。個人的なことやんけ。まあ、エンター芸人ではよくあることよね。個人的なやつ。
歌系。いまあまあ曲がるタイプのストローでも中入っちゃうんだよな。やらかしたな。ドブロックは深夜帯ネタの方が面白いんだよな。あ、そうなの。この人たち下ネタな人たちなの。やった、予選当選。お化け屋敷のスタッフ、いい、夏っぽいですね。冷たいツッコミだな。眺めてる。ダメだ、面白い。健康よりもドブロックひどいよって。そうなの。だって健康はだってもうお店の話じゃん。あれ超えんの。ぼやき系ツッコミか。ツッコミでしょ。ローテーションいいね。うん、ローテーション、うん、上がってこないよねテンションがね。でも例え方もうまい。ダメ、眺めんなよ。そっちそっち。そっち。
これはうまいわ。あ、いいオチだった。お客さんもね。なるほど。いやーうまい。四千頭身面白い。パンクブーブー。ローテンションしたアミソク出てたよね。あ、そうなんだ。何芸人で？あ、そっか、前回金曜ロースだったのか。言ってないんだ。こんばんは、はい、こんばんは。芸人がネタやってるよ。日本テレビ4チャンネルだ。人見知り芸人なの。四千頭身のツッコミの人？人見知りなん？ぶっちん言った。そう、完全から。可能性の話ね。本を棚に戻して勇気を振り絞って立ち向かってくれそうな人を探した。その時に何も起きてない。おじさん。うまいなぁ。いやはは、パンクブーブーもなんだっけ、なんか中で優勝したよね。今日のエンタはね、キングオブコントの優勝者出てるとかって話があったな。なんだっけな、M1 グランプリとザ・漫才優勝者か。 M1 と両方だね。ふん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 。面白いわ。コンビ仲っていう話がさっきと気になっちゃうな。コンビ仲はいいんだ。でも今ちょっとおとなしいらしい。 M1 グランプリザ漫才優勝あたりは仲が悪かったなって今の二人。へえ、仲悪いってすごいな。仕事切り替えができてんだな。
多いんだね。アメトークのネタにありそうだね。あの仲悪い芸人、仲悪い二人芸人。意外。あれとかやんのかな。やったことないの。陣内出ないんだ。あ、ちょっとバイキング相方は大好き芸人。あ、それ聞いたことある。いや、おぎやはぎとかだっけ。小峠さんだ。気になるわ。わお。葬式の時に、いや4億すごい状況だ。そりゃまずい。なんて日だ。おお、不謹慎ネタだぞ。あ、一回一回吐き出したから。嬉しい。今日ボケとつくん逆？あ、確かにそうだ。小峠さんがボケの方だ。4億人言うのか？言うのか？言うのか？あ、言わなかった。漫才だと往々にあんのよね。M1 とかで、ツッコミとボケがその直前までと逆ってあったりするんだよね。面白いよね、芸人さん。かまいたち。あ、かまいたちこの人たちか。
乙女。練習か。スタンガどっち？ダンガン使うの見たことないけど、だらマジか。カイたち面白いな。限定的だな。結果的にはそうなんだけど。
あ、アンジャッシュいるじゃん。やったね。今いたよ、右下に。バイキング、やばい、ツイッターでバイキングが炎上してる。お盆の時期にお葬式でネタにするなんて不謹慎だ。やばい、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 やばい。ちょっとミスったな。夏だからって多分それ持ってきたのかもしれないけど、あー、炎上する、炎上する。あ、わい、分からなくはないけど、ちょっと待って。まあ、箱いらっしゃい。漫才で延長なんてなんて日だ。まあでもあのネタちょっとな、お葬式をネタにするのはやっぱちょっ とあれなのかな。反応はちょっと難しいんだろうな。キョンピョン冷圧が、そういえばキャリーパミパミがブリーチの作者さんからサインもらったけど、サイン色紙折り曲げるとかっていうことがあったな、昨日かな。ひどい、久保大地さんのサイン俺も欲しいのに。ひどいよ。な、あの、仲はいいみたいなんですけどね。って話、今日あったな。始まった。岸野さんはあれか、コミケ組か、覚えり。チョコプラ。出た。デスゲーム系。開いてない、開いてないの。あ、そう。前提が成立しない。ルールの説明ができない。折れた。グッマー。
もうすでに産地ゼロだもんな。グダグダ。別物？漫画好きな人にはたまんないんだけどね、このネタね。あ、出ちゃうの？黒幕なのに。ぐちゃぐちゃしてきた。花子。これ前に見たね、この人たち。熱血すぎる先生。家庭科の先生なの。学校にいる子に言ってる。いらっしゃい。4000投資面白かった。どういう話？やった、ミシン触り放題だ。ミシンなんか血ついてるよ。
なんの？家庭科アプリケ。玉結び懐かしいな、懐かしいだな。玉結びできないやつ多かったな。シム、ほら心の玉結びだ。よく悪い例になっちゃうから気をつけろ。あるよな、右になっちゃうことあるよな。これできないやつ結構多かったな。半分ぐらいのやつができなかったな。キョンピはこのキョンピは一回できた。面白いなぁ。なんともうあと30分か。あとアンジャッシュ引っ張るね。この後アンジャッシュか。ユニバいいなぁ。お疲れ様。どこ行ってきたの？ユニバのどこ？ボタン止めするたびに毎回悪い例になる。なるほど。こっちになっちゃうの。ちょっと一本ピョンって出ちゃうんだ。そっか。ちゃんとボタン止め自分でやってんの偉いな。なるほど。そっか。おー、キョンピはもうお構いなしに右だけどね。玉結びよりな、玉止めの方がな、難しいんだよ。うまくできない。なかなかね、レベル高いよね。バックドロップ、ハリドリらへん。へぇ。ダメだ、バックドロップもハリドリも分からなかった。ハリー？いや、ん？ハリポタ？あ、玉止めは糸が余る。あるあるある。あ、違った。ロッチ、あ、過去のやつか。過去のやつもあんのか。タイトル店員じゃないですよ。あ、でも最初にそれ言っちゃうのか。切ろよ。ハリドドリーム、ハリドリ、へえ。
好き、ノリが好き。ダーリンズ、自分半人前ではまあ謙遜。あ、自称一人前とは言わないんだろうね、こういうところの人。どうなんだろう。偉そう。アンジャッシュと？アンジャッシュと、あ、東京03がまだか。いや、面白いな。ダーリンズ。エンタすげえなー。養成所の人。チョコプラが面白かった。なんだっけ、ごめん。チョコプラなんだっけ。ああ、なんだっけ、どんなネタだっけ。困るで面白かった何かな。ノンスタイルかな。まあ、あ、なんだろう、常連のとこだけど、やっぱもうギラギラ笑かしまったな。チョコプラなんだっけ、どんなネタだったっけかな。ああ、なるほど、あのデスゲームの人か。群馬鈴木たけし。なるほどね。なんか最近の漫画の方でなんか、あの、なんだろうな、登場キャラクターが一つ死んでいくみたいなね、あのデスゲーム系のものってちょこちょこ多いんだけど、まあ、あのなな流れっていうかノリですよね。いや、漫画好きはたまらん。それ俺のやつじゃない。うん、それか、始まった。東京03、
もう微妙な線引きだな。わがき半笑いだ。クレーム。あ、いいの？やっちゃった。次回もか。あ、気まずい気まずい。まあ、だから なんか分かる、このこういうの分かる気がする。もうなんか素性バレたらちょっと分かっ変えるって感じはポカーンですよ。こんばんは、ウィンポーズさんいらっしゃい。誰にも言わないでね。取り繕ってきた。いやー優しいおまわりさんとかね、ね。
笑っちゃった笑っちゃった いつも生放送されてるキョミさんですよね。え、あ、おお、あ、あの、そうですけど、え、いつから気づいてました？気づいたならさ、言ってくれないとさ。お、300回？お、スペシャルやるらしいよ。クレームとかいいからさ、それやったら震えますけどね。いや、役者さんとかだったらでも言われること想定していいのかな。でもそれマジで震えるけどね。えってえだって初めて言われた時に、あの、なんでって言っちゃったからね。なんで分かったのって、なんで、え、いやいや、ビビるよ。その舞台外のオフのところで、あの、キョンピってバレるとすごいビビる。なんで、あ、キョンピがあのリアルで、あの、態度悪いクレームとか言ってても、あの、皆様はあのね、口外しないでね。ツイッターとかで言わないでね、炎上しちゃうからね。チケットあげるから、放送のチケットあげるから。いやあれも最初のところ微妙だよな。自分でこぼしたところにでっかいのバッて言い換えたら、あれどうなんだろうね、店としては。でも店員さんが増やしちゃったっていう点では、やっぱ保証しなきゃいけないのかな。あれ微妙だなって思ったけど、でもそれ最初自分がやられたんでみたいな対応は良くないか。今自分放送スイッチ入れてないからビビるわみたいな感じ。ちょ、ごめん、今ちょっと待って、今放送スイッチ入ってないから言い訳ですよね、それ。始まった。ビビるわーって、オフだよ完全にーつって。まあビビるわな。ほんとビビるわ。アンジャッシュ、死んだサブロー。サブロー？9月のやつは陣内出るかな。来た。うまいな。拾ってきた？
うまいな、授業参加。いんねえこと喧嘩。野蛮キャッチボール。まあさすがにこれでわかるでしょ、ゲストショット。うん。見切れちゃってる。だって芸人さんのネタになんか第三者入ってくるよな。あ、もうラストか。去年今年か、あの飛んで埼玉でブレイクしたからな。エンディングに花を塗ったとか言ってたしな。懐かしいな、この曲だ。だいぶ久しぶりだな。飛んで埼玉のエンディング、この人の曲だったの。この歌。漢字読めないのかな。ちなみに飛んで埼玉ネタ、イラスト屋にネタにされてる。
てんだ。入ってあげてね。お疲れ様でした。へえ、あるんだ。懐かしいな。あれももう今年なんだな。懐かしいな。半年くらい前か。この映画見た人いないんだよな。そんなにいないんだよな。放送にいないぜ、そんなに。みんなワンピとか見てるのに。飛んでされたら面白かったよ。埼玉ディスったけど、埼玉人の動員数半端ないからね。さあ、じゃあ今日のエンターはここまでかな。9月になんかスペシャルやるのってね。その時も一緒に見ましょう。面白かった。あ、見た？ほんと？面白かったよな。パンフレット宝物だわ。埼玉ラリアだわ。よし。じゃあ、笑ったし。で、まだ笑っていこう。そこの後準備して、大喜利やっていこうか。いいっすかね。よし、じゃあ、お疲れ。一回切ります。おつばんはです。後ほど。